どうも、コーズです。今回ですけども、中井梨花姫がツイートした出待ち問題に思うことということで、やっていきたいと思います。これはね、この件取り上げてくださいっていうふうな DM が来たので、いや、スルーしようかなと思ったんですけど、まあ、全然喋れるんで、ちょっと話してみようかなというふうに思います。梨花姫がね、出待ちについてツイートしてましたということで、梨花姫とは中井梨花ちゃんのことですね。生放送と出待ちやめていただけますかと。怖いって口に出して大きな声で言うようにしていますということで、まあ全文ちょっとね、引用させてもらうと、生放送の後、出待ちやめていただけますか？怖いです。サインは書けません。なぜなら本当のファンの皆様は、みんな特典会などでお金を払って会いに来てくれていますと。ズルする人には神対応もできません。カメラが回っていないところではただの人間です。カバンの中からガサゴソ出してくるものが今回は試験したペンだったかもしれないけど、刃物だったりしたらどうしよう、この後つけられたらどうしようなどとたくさん考えてしまいますと。本当にやめてください。怖いだけです。話せませんし、お互いに得することなどありません。私はいつも怖いって口に出して大きな声で言うようにしています。今日出待ちされていた方はそれでもカバンを漁りながらにじり寄ってきましたにじり寄ってきましたっていうワードが梨花姫から出てくるってことは額があるよね。そこに感心するの俺、警備員さんが3名いましたが、目の前に止めたタクシーに乗るまでの数メートルの間、警備員さんの制止も無視して寄ってきましたと。男の人が複数人ですと。私マネージャーさんは女性なので止めるにも限界があります。警備員さんがいてもそんな感じですと。本当に怖いです。何もできません。サインはおろかお話もできません。今後も一切対応しませんし、テスラ振らないで来ても無駄です。やめてくださいと、いうね、ツイートがあったわけです。まあ、出待ちはね、まあ、サイン書いてもらうのはまあ無理だよね。だし、なんかこれは、なんだ、そのリプランとか見たら、なんかサイン転売軍団みたいなのがいるみたいですね。なんか芸能人のサインを転売する軍団みたいなのがいるみたいで。多分その一派なんじゃないかっていう推察もあるみたいですけど、まあ、どうなんだろうね。だこれは、まあ、個人的には、まあ、アイドル的には、まあまあ、悪くないというか、まあ、わかるよねっていう対応だと思いますよ。確かにアイドルって、そのサインするとか、そういうのっていうのを、その、反則に使ってるんですよね。例えば、写真集のお渡し会がありましたってなった時に、サイン付きの本を一冊付けますとか、あと、なんだ、CD を販売するときに、その、なんだろう、握手会とか AKB とか、まあ、NGT もそうなんだけど、お話し会っていうのが、に参加するために CD1 枚買わなきゃいけませんみたいな。CD の特典にお話しできる権利がついてくるので CD を買うとできますよ、みたいな。だそういう販促品というか、販売促進なので、まあ、商売なんですよね。アイドルが喋ることだとか、サインをすることっていうのは、その、証券。その商売的な権利を行使することが、まあ、慣習とされてる。オタクの中ではね。だからこういう、わかんない。その番組、生放送の後って言ったら番組の後ね、出待ちするとかっていうのは、まあ、いる人はいるのかもしんないけど、まあ、それは対応はね、人それぞれだけど、もちろん全然対応してくれる人もいるのかもしれないし、まあ、梨花姫みたいにやめてくださいっていう人もいるのかもしれないけど、アイドル的には確かにそういうふうにお金を使って会いに来てくれてる方がいるので、ちょっとできませんっていうのは確かにそう。ただ、まあ、対応してくれる人っていうのは逆にどういう人なのかって考えたときに、どうなんだろう。アイドルでも対応する人もいるかもしれないからね。それは何とも言えないけど、まあその人気という、なんだろうね。もうなんかそんなん気にするほど、気にするよりも、なんかめっちゃファン、めっちゃ抱えてるみたいな。わかんない。まあサッシーがすんのかわかんない。サッシーは俺、声かけてくれとか言う割に、すげえ目深に帽子かぶるし、すげえ声かけるなオーラすごいするんですよ。街中で見かけるとね。だから、なんかそうやって防衛線張ってるから、結局のところやんないじゃんっていうのは同じなんだけど、まあだからあんま得はしないかもしんないね。俺だけどイベント終わりとかでね、イベント終わりの、
あの8の時とかさ、イベント終わりにその送迎車乗る時の出ましとかでそのワンチャンス写真撮ろうみたいなのは全然あったからさ、うん、でこれもさ、俺こういうこと言うとルール違反だあだこうだ言うんだよね、言われちゃうの。まあでもそれ現場に来てないから言うんだろうけどさ、現場に来てたらみんなやってたから、まあみんなやってたからいいのかって言ったら別だけど、まあそれは別になんだ、こうここでリカ姫が言ってるのになんか刃物とか出すようなのはあんまない、あんまってか可能性は否定しないけど、まあほぼほぼない。だってみんな来てんのオタクで、みんなカメラ持ってるから、刃物持ってないから、刃物じゃなくてカメラ持ってるやつしかねえからありえねえだろって話なんだけど、そうだからそういうのはまた特殊かもしんないね。うん、だから生放送ってなるともう単純に出待ちして待ち構えて、でワンチャン話すのか、その転売するためにサインもらいたいのかわかんないけど、その目的っていうのがさ結構バラバラじゃないですか、その待ってる人の目的っていうのが。だからこれは難しいよね。だからいろんな人への出待ちを一括りにしても難しい問題でさ、うん、でなんかこんなリプがなんか来てるみたいなね。長い間あなたのために待っていたファンの気持ちも考えてあげてくださいねと、頭ごなしに否定するのではなくその先にある気持ちを汲んであげましょうというこういう意見もあるそうで、ということで思うことについて YouTube にてってことで、まあ、この動画を撮ってこのリンクを貼ろうと思ってるんだけど、なんだろうな、頭ごなしに否定してるように感じるっていうのはリカ姫の書き方が万人受けしないだけで、いやいや、48グループのファンだったら、はいはい、ああ、そうだよね。金払って特典会の項目に入ってるから、そりゃそうだよね、っていうのは、すごく理解できる話だし、まあ、彼女たちそれを商売にしてるのでね、その商売を邪魔するって意味合いでは結構正論なんですよ。だからそれを分かってない人が、待ってるファンの人がかわいそうじゃないかっていう話をしてしまうと、ねじれが生じるっていうふうな、感じがするんだよね。もちろんその芸能人なんだからとか、それこそねパブリシティ権がうんぬんとかさ、いろいろその権利関係もさ、なんかいろいろややこしい部分があるんですよ、芸能人の方というのは。でもなんだろう、その対応するかしないかはその方次第だし、別に対応しないんだったらしないで、冷たいなーじゃなくてね、もっとオフィシャルにそのファンと交流するイベントがある方であれば、なおさらさ、そういうイベントに行けばいいじゃんで済むしさ、そういうイベントがない人に対しては、また話が変わっていくんだよね。その、AKB とかね、まあ、NGT もそうだけど、お話し会とか握手会とかがあればさ、そのお金を払えば、あえてお話もできますよっていう場を設けてくれてる芸能人の方と、そうじゃなくて完全にテレビの向こう側の人っていう芸能人の方とでは、やっぱりなんだろう、その違いっていうのは発生しますよね。ただやっぱりそうなると中井梨花ちゃんは、そのお金払ってお話しすることができる子なので、そうなるとお金払わないで話すっていうのは、その、払ってきてる人に対して、その、なんだろう、フェアじゃなくなっちゃうよねっていうのは確かにそう。だからそれを、その、だって正当な方法で来てくださいみたいな、言ってるでしょ。なんかで、そう。だから、そう。だから来る、お話ししたいんだったら握手会来てねえで終わりなんだからさ。ああ、そっか。で、待ちしてた僕が悪いやーで終わるんじゃないの？と思うけどね。でもそうは、ね、一般論的には思えない人もいる。なぜならそのシステムを分かっていないし、それが商売になっていることをそもそも分かってない人がいるかもしれないからこういう意見を言うのかもしれない。まあそれはそういう人もいるよねって、なぜならそういうやり方をしてるなんていうことまで理解しろなんていうのは結構難しいから。分かんない人は分かんないからね。分かんないことを責めるのはまた違うからね。というふうに思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価。そして、コメントね、皆さんからのコメント、そしてグッドボタンね、ガンガン押してください。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。